マサファミリージンデマえ、今日気のせいかなんかちょっとなんか乗客の数が少ない最終列車みたいな感じで、なんかちょっと寂しくないですか、なんか今日は。確かにこの番組のタイトルって何でしたっけ。おしゃファミリージンレモン。あ、和社ですよね。ファミリージンレモンがまるっきりいないぞ。いないやん。いないよ今日。死んだ。心が綺麗な人には見えてるかもしれない。そうそうそう、僕の手に当たりやすいを見えている。ということで、今日ちょっとね、皆さんちょっとお忙しいということで、はいはい、この3人でスタートしていこうということでございますけども、これ多分椅子上げてるからいつもでかいんだな、これ。みんなよく低いまま座る。大丈夫。そういうことだ。そうそうそうね、はい、行きましょう行きましょう、はい、ということで、おしゃファミリージンレモンでございます。じゃあ自己紹介をいきましょう。はい、俺から俺からって、じゃあ僕から、はい、はい、エンターテイメント企画ユーズファミリープレス代表のハーちゃんでございます。相変わらずカミカミだなこれ。おー、噛んだことねえわ。はい、続いて、はい、名古屋拠点にセルフプロデュースソロシンガーとして活動してます牛尾ゆりなです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、そして私がね、ワシャンガレのキヨプでございます。おい、はい、あんたって、はい、お願いします。それ好きで、おもろい。はい、お店行くといつもこれやってる。そう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 。はい、まあちょっと忙しい時はもうすげえ顔してますけどね。はい、まあそんな感じで。うまいっすよ、めっちゃうまいっすよ。はい、あ、コメントが早速いただきまして、さあ今ゴールデンウィークでございます。そうですよ、世間ではね。皆さんどうしてます、ゴールデンウィーク。仕事だわ。はい、寝てます。寝てる。寝てるんかい。はい。ゴールデンウィーク寝てる。もうこっから話の広げようがないですけどね。梅さんは。俺だから、俺仕事。あ、俺も仕事で。まあ、誰も遊びに行ってない。ね、何もないですね。はい。はい、ね、あ、じゃあ一枚読んでいきましょうか。はい。はい、じゃあ、くったりさんからコメントいただきました。今日、ありがとうございます。今日こそはゲスト。今日こそはゲストがセーラー服スクミズで来ると聞いてきました、ね、です。いや、あの一瞬迷ったんですよ。スクミズはやばいからセーラー服で来ようかなと思ったんですけど、セーラー服着たら多分コメント来なくなるなと思ってやめました。いや、俺はさっきも着てたんですけどね、はいはい、局長止められました、捕まってしまえ、もう下に着てるやつですもんね。そうですね、そうですね、もう捕まってしまえばいい、もう本当にね、下に捕まる。もうね、ちょっと今日はね、はい、ゲストたくさんいるん で、はい、そうなんです。早速ね、はい、行きたいと思いますよ。行きましょう。最初のコーナーです、はい、新しくしたんです、はい、画像をね、はい、キヨプの宴というコーナーを行きたいと思いますんで、ちょっと超おしゃれに作ったんで、はい、はい、では最初のコーナー行きましょう。トークコーナーキヨプの宴、どうですか。今日のゲストは名古屋の老舗プロレス団体チームデラ高井健吾選手でございます。はい、はい、いらっしゃいませ。高井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 はい、いやいや、もうね、せっかく、はい、オワリアーズ BF を呼んでもらったんでね、はい、わしゃファミリージンレモンですか、はい、1年以上ぶりですよね。高井さんはあれですよね、はい、レギュラー放送の前の銀、あの、はい、放送だね、はい、僕らが初めて MC やった、はい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 、そうです。くださっ、この前諏訪さんの番組にも出ました。そう、諏訪さんのやつもね、出まして、ね、はい、はい、いや、高井さんようこそ、はい、来ました。貴重な時間をね、ね、ありがとうございます。こんばんは。いやー、どうですか最近は。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークですね、はい、まあバリバリ試合、ありますね。はい、なんか、はい、試合といえば、はい、とそう、早速ですが、はい、あそこ出てますね、はい、明日、明日5月3日。ちょっと拡大していただいて。はい。はい、そうです。東スポーツセンター大会。ね、はい。チームデラの試合が明日12時からあります。いや、これは、
何やらお聞きしたところね、今チャンピオンなんですよね、はい、高井さん。僕はですね、あの大日本プロレスで、大日本プロレスの横浜ショッピングストリート6人タッグというベルトをですね、あの小杉健太、星野勘九郎と一緒に取りまして、でこの日タイトルマッチ、明日、台湾ラーメンマン、ハッカ、ガイアホックスというね、台湾軍団とね、いやいいですね、面白い試合じゃないですかこれ。あります。高井さんが大日本のチャンピオンなんですね今ね。そうです、大日本プロレスも、まあ、定期的に参戦しまして、初めて大日本プロレスでベルト取りまして、すごい、いやすごいじゃないですか。それの防衛戦がね、まあ決まったんでね、はい、これはもう本当に横浜のベルトですよね。そうです、横浜の商店街のベルトですね。ですよね、はい、これを大須商店街色に変えてやると。おお。ていうかうちのおとうばし商店街色に変えてやると。おとうばし商店街色なんかもう茶色って感じですね。そうですね。大須は赤っていうイメージですけどね。おとうばし商店街茶色。そうですね。くすんだ茶色っていう。くすんだ茶。くすんだ。ちょっとうちのせいかな。いやいや。ということで高井さんね。はい。いやせっかく3人揃ったんでね、ちょっとプロレスな、あ、はい、メイさんはユリナちゃんは、はい、プロレスは、はい、ユリナさん、ユリナさんへのコメントしか入ってこないですよね、これね。ユリナさん、あ、ごめんなさい、プロレスの方はちょっといいですか、僕から、ぐったりさんです。あの、ご存ですか、プロレス見たこと。プロレスはあんまりない、見たことない。今日はね、高井さんがプロレスの、次よかったら明日ね、大将いいですか、明日試合ありますね、はい、ちょっとコメント、はい、グッタリさん、今回はさらに画面が熱苦しいです。どういうことだわー、ね、そりゃそうじゃん、こっちの二人がちょっと熱苦しいですね。いや、お前もだ、え、いやいやいや、俺は黄色じゃないですか、はいはい、なんで黄色着てると思ってるんですか。いやいや、膨張色じゃないですか、カレー色、あ、ちっぱ間違えた、カレー色、カレー色、はい、いや、ね、ちょっと熱苦しくはない、いや、熱苦しいです、この二人が、はい、俺は意外と痩せますから。あの某あれなんか一番端は某あれですか、あのコンビニの店長、いやローソンの、違うわ、誰がローソンの店員、私服のロールケーキかなんか売って見える方は違います。いやいや、せっかくねお揃いになったんで、ちょっとプロレスの話なんかたまにしましょうよ、はい、ね、はい、プロレス、プロレス、はい、急に言われてもそう、あれって言ったらもうちょっとうまく振って急に言われてもちょっとね、プロレスの何の話よ、最近疲れてるんでね、ちょっと歯切れが悪いですよね。高井さん、プロレスの話してください、ちょっと、いやいや、雑プロレスの話、これなんかね、あのお笑い芸人の人に何か面白い話しなさいよみたいな、なんかそれ以上にひどい、まあ、まあ、ちょっとしたあの話というか、はい、あのプロレス関係あるかどうかわかんないですけど、はい、あの近所に僕、はいはい、あのプロレスの先輩が住んでまして、はい、某先輩が、某先輩が、僕もキャリア、まあ、26年やってるんで、すごいですね、後輩ばっかりなんですけど、はい、まあ、その中でもこうやっぱ先輩もいてですね、はい、まあ、町内に住んでて、はい、で、あの近所のドラッグストア行ったらですね、はいはい、先輩いたんで僕、はい、あ、某先輩だって言うのでね、名前伏せますけども、はい、あの、あ、お疲れ様ですって挨拶したら、なんか先輩振り返って、おおみたいな感じでこう買い物してる姿を見たらですね、あのなんと10円のもやしを手に取って切ないね、切ない、はい、はい、うわ10円のもやし持ってるよと思って先輩がなんか気まずいなと、こう大のプロレスラーがですよ、はいはい、大のプロレスラーがね、あのプロテインとかそういうサプリメントじゃなくて、はい、10円のもやし持ってるんですよ、切ない、切ない、でうわーと思って自分の手見たら僕20円のうどん持ってたんです。切ない、切ないよ、ね、でもその先輩はもうここのドラッグストア俺は来なくなるって、うん、え、なんでですか、もう近所に新しいドラッグストアができるから俺はそこでって、はい、でもここめっちゃ安いじゃないですかって、そっちの新しくできるとかもっと安いんだってね、豪語して、もうもやしが10円切るって感じですね、5円ぐらいのもやしを追い求めてもう近所のドラッグストアに買い物行くんじゃないのかなと思ってですね、これはもうもうなんかプロレスラーっていう、ね、まあ、雰囲気で普通に買い物行ってほしいですね、なんかね、なんかね、ちょっと、うん、値段も見ずにもうどんどん買い物の中に入れて、透明で確認しといて値段知らずにも買ってるような感じで、ごまでも僕もまあ10円のもやしだったらもうカゴの中にもどんだけ数数えずに、でも値段確認してからでしょ、10円で確認してからだな、いやいや、まあまあまあね、まあ、もうそれね、あの豆もやしだったらね、80円ぐらいするんでね、80円ぐらいするから、それカゴにもう気にせず入れてたらね、もうね、あのやっぱりね、豆もやしって、豆
もやしやっぱ美味しいですからね。あのナムルとかにね、あなんかあはいはい、あのもやしの先っぽにこんな感じののがついてる。誰が豆もやし？はちゃん豆もやしでしたっけ？わかります。わ、ま、かりますね。今日から豆もやし。豆もやしっぽい。よろしくお願いします。ねえ、こら。いいですね。こらよくねえわ、よくねえわ。いやでもね、やっぱ買い物してる時にね、ちょっとこう見られて恥ずかしい時あるじゃないですか。ああ。ね。だからなんかなんかそう知ってる人となんか間違ったことが大事なんですよ、ね。そう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 。そうさっき、はい、そう確認ようと思ってたんですけど、はい、実は大将と高橋さん知らないと思うんですけど、ゆりなちゃんとか知ってる某演者さんがいるんですけど、今日某が多いですね。さっきで、ね、たまたままあ後で確認言いますけど、たまたまさっきあの交差点で待ってたんですよ。赤信号で。それで前から自転車で来て、で向こうは携帯に言ってるから気づいてないですよ。どうしようと、すれ違った時に、うん、ね、挨拶していいものかどうしようか、あるいは今気づいてないからしれっと横からあの別の道通っていこうかと、めちゃくちゃ迷いましたもん。あ、確かに。多分その方は前に梅さんいる、ハーチャーいるの知ってて、携帯いじって無視していこうってしたんじゃないですか。そういうこと、分かった。逆の裏側の顔先に気づいてたところ、逆に俺より先に。うわぁ、ハーちゃんいるよ、ハーちゃんいるよって会いたくない、会いたくない。もうね、もう別に携帯触りたくねえけどっつって、もう多分ちゃんもつけてない、ハーがいる、ハーがいる、ハーがいる、やべえ携帯してよ、待って、いなかった、あの野郎がいる、あの野郎がいるってあいつがいるとか、いたって、助けて、奴がいたって。いや、コメント、コメント入りました。いや、高橋さん、明日の大会に見どころなんか話し、はい、話しましょう。そうっすよね、プロレス関係は、はい、はい、あ、これ、大将が、はい、はい、あ、コメントをいただきまして、あ、はい、キヨプーさん、あの、お食事男子さんって、はい、今日ね、お店来ていただいたんですけどね、キヨプーさん、はーちゃん、ゆりなさん、そして高井さん、こんばんは。まずは何より、すみません、俺の話、まずは何よりキヨプーさん、本日はシャンガレで美味しい茶色ランチ食べさせていただきありがとうございます、また食べに行きますね、ぜひ来てください。高井さんも今日来ていただいたんですよね。はい、ね、高井さんも配信しに、そう、はい、ツイキャスト配信です。はい、お客さんにですね、はい、あのチケット即売会って感じで配信したんですけど、チケットは1枚も売れずお客さんにただこうね、あのネットマネーを恵んでいただいて、でおねだりホフになっちゃいました。はい、それでハンバーグとナポリタンで、ね、美味しくいただいたっていう配信でした。はい、いいじゃないですか。いいじゃないですか、ね、ファンの方の熱い思いが、ね、はい、はい、あ、こちら読ませてもらっていいですかね。あ、どうぞどうぞ。はい、高井さんはカードコンバットでしか見たことないですが、たまにはゆいちゃんを厄介金髪から守ってあげてください。ああ、さあ、これ厄介金髪とは、影山みちおですね。影山さん、厄介金髪、そのチームデラではこう一応エースで、あれチャンピオンなんですけども、そのレッスルカードコンバットっていうね、あそこに映ってるドラゴンっていうやつがやってる、はいはい、そのカードバトルとプロレスをミックスしたようなやつですね。うちでもねやっていただきましたね。はい、そうです、はい、アイドルの朝比奈ゆいさんがですね、あーね、ゆいちゃん出るんですけど、はい、その朝比奈ゆいさんにすごいセクハラみたいなことをするんですよね。この前もすごかったですね、うち来た時も、ひどいですよ、もう本当にこう口に含んだ水を顔面にブワーって霧みたいに吹っかけて、やるでしょ絶対。あれはすごかった。絶対やるですよね、もし梅北さんが口に含んだ水ブワーって。絶対嫌だ、ね、絶対嫌 だって。俺でも嫌だわバロー、はい、ね、そういうバロー、そう、なんか守ってあげて、まあ守れるね、チャンスがあれば、はい、スがあれば、いや、はい、僕は守りますよ。大体その時高井さんもね、外にいるんでね、外に、まあ、はい、そうですね、間に合わないですもんね、忙しいですよね、なかなか対戦だったらね、はい、はい、あれですけど、そのカードコンバットで影山にちょっと対戦したことまだないですかね、僕はね。だから、はい、高井さんでもあれじゃないですか、デラの試合とかでも多分ね、ブーイング受ける時も高井さんヒールですか、それ。いや、なんかね、やっぱりジェントルマンなんです。だから名古屋アウェーで、アウェー、はい、そうなんですよ。チームデラの代表になるに絶対的ベビーフェイスではないんですよね。なんか知らないですけどね。うん、そういう風にね、なんか仕立て上げられちゃうんです、僕が悪者に。ね、はい、こんな真面目に頑張ってるのに。真面目に頑張ってるのに。はい、ご飯もいっぱい食べれるのに。ご飯ね、はい、いっぱい食べれますよ、いまだに。高橋さん、明日の試合の見どころを。はい、明日ね、はい。先ほども言いましたけども、影山みちお、はい、はい、現在チームデラチャンピオンなんですけど、はい、
チャンピオンなんですけどね、なんとね、あのベルト今は持ってないんですよ。おなんとその2週間ほど前にですね、はい、このオロチというのが大阪で影山を襲いまして、はいはい、でその影山のベルトを盗んでっちゃったんですよね。あら、はい、あららら。なんであの一応まあタイトル戦を組んでですね、でチャンピオン影山道夫で、チャレンジャーオロチなんですけども、はい、まあおそらくオロチがベルトを今持ってるわけなんで、はい、あのタイトルマッチチャレンジャーの方がなぜかベルト持ってくることになるんじゃないのかなと、うん、ちょっとでチャンピオンがベルト奪い返すってよくわからない状況なんですけどね。いやーねー、はい、とにかく勝ってですね、はい、絶対にベルトをね影山の腰に取り戻してもらいたいところですね。そうですよね。そう忘れてた僕、ねはい、明日チケット、はい、チケット僕ね実はリンクサイドでおシャンガレの、ね、シートを1枚用意しまして、はい、そうですこの番組ご覧の人に皆さんにちょっとこうメッセージを、はいこのはい、あのリンクサイドチケット欲しいですみたいな、ね、あのメッセージを送っていただくと、はい、あの明日会場でこのチケットをお渡しするというプレゼント付きなんです今日。ねはい、ぜひ番組内でねちょっとチケット明日試合見たいよって方ねぜひコメントを何かコメントと一緒に明日デラの試合のチケット欲しいですみたいなねなんかご視聴の方だけご視聴の方ということでなんか合言葉的なのもなんかあった方がいいですよね。あそうですね、はい、なので何名か見えたらあの後ほど DM であの会場でこの言葉伝えたらこのチケット渡しますよっていう、ね、抽選はいはいはい、多分いっぱい来ると思うんで。いっぱい来ますかね。いっぱい来ますよ。一人も来なかったらちょっと泣きますよ僕。ねえちょっと1名様、はい、1名様だけリングサイドチケット。はい。はい、高井さん。高井さんの前にある黒い鳥が醤油すげえ。醤油です。これさっきも言ってたんですけど、はい、これ脱脂醤油です。いや、脱脂醤油なわけないでしょ。脱脂醤油。あ、そっちも醤油っすね。醤油みたいな黒いですからね、これね。醤油でいきましょう。いやいやいや。和風ですよね、随分ね、うん、和風醤油ではないですね、これね。いや、なんかラベル剥がしてくださいって言われたんでね、ラベル剥がしたら本当に確かにこれでわかりますけどね。まあ、蓋が赤いですからね。あごだしかなんか、ね、いやいや美味しいうどんが作れるから、ね、まあ、醤油の蓋もまあ赤いかもしれないですけどね、うん、で、はーちゃんのあれですよね、それ陽明酒ですよね。陽明じゃねえよ、陽明酒こんな真っ黒じゃねえの。違います、ね、分かんないですよ。ああ陽明酒黒いか、まあ、俺はちょっと体調が悪い時のあれなんですけどね、はい、おしっこですかそれ。そうおしっこに見えますこれ。キヤポンさんこれね、おしっこじゃないですか、これ見た時に言った、いくらお金がないからとおしっこ持ってくるのもうね、もういいから早くバッキングそう、はい、でということで明日試合まだね、はい、他にも、はいはい、ありますね。タイトルマッチ明日タイトルマッチ以外に、ね、先ほど言った僕の横浜ショッピングストリート6人タグ以外にも、はい、シングルマッチグランパショマスク4号対、はい、伊藤優作、伊藤優作さん、はいはい、そしてシングルマッチドラゴン対手羽先飯田、おお手羽先飯田さん、はい、はい、久しぶりですね、そして石田慎也ライパチ磯部対八尾健一ボンバー奥野、おお、はい、以上5試合と全5試合です。もうせっかくね明日お天気もいいですしね、はい、お昼なんでちょっと試合見てから遊びにも行けますんでね。そうです、こう大事な情報としてはですね、はい、初めてチームデラ見に来るという方はですね、はい、なんと1000円で見れますので、うわこれはすごいわ、はい、もうぜひぜひ行ってほしいですね。皆さん1000円でね、はい、1000円ですよね、えよかったら圧が1000万見れるわけですよ。そうっすよ、ね、1試合あたり200円、うわぜ、おいおい、高井の試合200円、ねえ、大会はないですよね。名前は高いでもチケットはもう俺打ちですよね。そうっすよ、うまいこと言ったんだけど、ね、俺今、ね、まあまあ面白いね、まあ、じゃあコメント入ったらコメントじゃあ、はい、この読んだ後に曲いきましょうかね、はい、じゃあお願いします。ねえちょっと今日コメント多いですね、最初からね、皆さんありがとうございます。はいはい、はい、高井さん声がでかすぎる、ゆりなさんと席があって喋ってちょうどいい。いや変わりますから、いい安心してください、変わりますからね、この後ね、もうね、もう女子が前面に出て、はいはい、もうおじさんね、おじさんたちが来ますか、我々もね。いやいやいや、まあ飲みに行きましょう。あ、まあ行きましょう。じゃあそんなね、スタジオのこの圧のかかったスタジオをちょっとクールダウンするように一、はい、曲ね、聴、はい、いていただきたいと思うんですが、はい、前回が「おうちんちん」って歌だったんですけども、ね、今回は名曲なんですけど、今回もねまたいい歌を流させていただきますんで、はい、ぜひ皆さんお聴きください。今回も名曲です、はい、名曲でございます、どうぞ。金太の大冒険。
ていると美しいお姫様が逃げてきた。悪い人にね今追われているの。お願い金玉守って。金玉守って金玉守って金玉守って。しかし金玉は喧嘩が弱く、友達とやっても負けてしまう。腕力に自信のない金太くん、喧嘩はいつも負けが多い。金太負けが多い、金太負けが多い、金太負けが多い。やがて悪人がやってきた。身の丈2メートルもある男。金太と悪人の大決戦。金太負けるなとお姫様。金太負けるな、金太負けるな、金太負けるな。悪人は金太に襲いかかる。金太は思わず飛びのいた。あそこにあったは大きな木。その周りを金太はぐるぐる回り出す。金太回った、金太回った、金太回った。悪人はいつか目を回す。名曲じゃないですか。名曲ですね。前回のオチンチに変わって、ね、続いて今回は金太の大冒険ということで、女の子が困るわ。あーすいません。おお、今回はこう言ってまたね、おはい、ましたね、女性が増えましたね、またそうです。続きまして私はーちゃんの部屋でございまーす。はい、はーちゃんの部屋。はい、真ん中はね、縁側朝日ちゃんでーす。そして一番端っこ、うちの、アイドルシンドロームのソラです。いいよ、ソラちゃん。よっ、なんか言え。え、ソラです。あ、来ました。よっ、お願いします。はい、朝日ちゃん、ごめんなさい。はい、はい、お願いします。お、タケちゃんから来ております。早く可愛いアイドルさん出てこないと見るのやめますよ。お待たせしました。おじさん二人をしてあとね、朝日ちゃん、これさっき来たやつなんですけど、朝日ちゃん呼んであげてください。牛尾さん、可愛いって来てます。これはタケちゃん、ね、ありがとうございます。あとね、はい、あとさっきこれ来たんですけど、お食事男子さん、おいら30分一本勝負で高江さんには負けそうだけど、はーちゃんには勝てそうだな。こら勝てますか。勝てない俺ら負けが。すいませんでした。楽勝です、調子こきました。治安が悪いわ。治安が悪い、治安が悪い、違いないです。怖いわ。まあそれは、はい、さておき、はい、ね、はい、あの朝日ちゃんね、今日来てくださいました、ありがとうございます。いいね、お邪魔します。あれですよね、朝日ちゃんはね、はい、愛知県以外のところに住まれて、関西の方にね住まれてて、そうですね、家が2つあるって感じなので、はい、今日は実家に帰ってまいりました。今日本当は愛知県に来る予定なかったんですよね。はい、そうです、今日はこのために来ましたからね。そうなんですよ、はい、明日が石川県でライブですか。そうなんですよ。そう、ちょっと、そう、そのついでにって言ってくださったんですけど、そんなについででもないですよね。あのね、はーちゃんの予定を蹴りに蹴りまくってるから、さすがに出ない。いや、そんなことはないですけどね。お邪魔しております。ありがとうございます。そのまま石川県行った方がはるかに早いですよね。いや、そうでもないんですよ。そうでもないですか。さすがにね、ちょっと遠いから、ええ、ね、そう、愛知県大好きだし、ええ、愛知県の香りを石川県に持ってこうと思って、はい、ちょっと今、海外に出てます。なるほど、高橋さんからも出てますね、名古屋のこう、なんか香りが、名古屋のね、あの味噌臭い大好き。名古屋の太陽ですからね。あ、素晴らしい、ね、本当に、はい、嬉しいですね。ね、はい、あ、この間ね、28日にあの鶴舞デートリップで、うちのあのマジカルフェアリーってグループがね、出たんですけど、その時久しぶりにね、そうですね、もうはーちゃんずっとなんか、なんではーちゃんおるみたいな人、なんかいろ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 な人に言われてました。そうそう、はーちゃん出るの油見てって。そうそう、なんかね、そうそうそう、じゃあ僕昔からなんですけど、うちの所属のスタッフで行くじゃないですか、なんではーちゃんいるのって。いや、所属が出てるからだぞ。アーティストやと思われてるんじゃないですか。いや、そういうことじゃなくて、ね、なんでなんだってよく言われる。はい、そら呼ぶ、なんかいっぱい来ましたね、今日は。ありがたいですね、皆さん。読んで、はい、皆さんで順番読んでいきましょう。はい、なんか緊張する。いいよ、緊張しながらも読んでください。お食事男子さんから、はい、
まさかこの令和の時代に金太の大冒険を聞くことになるとか流して大丈夫なのか。はい、大丈夫です。それがこの番組なんで。あずりさん、ってますね。あ、まあまあ、あずりさんからも OK もらってます。はい、どうぞ。いや、私も知ってますよ、その曲。ね、有名ですもんね。多分世代っていうか流れてます。世代は違うと思いますけど。地上波では放送禁止の歌ですからね。よかった、ここで。はい、はい、ということでメッセージ来ております。たけちゃんから、朝日ちゃん名古屋へお帰りなさい。はい、お帰りなさい。ただいま、ね、はい、ありがたいですね。はい。まあ、じゃんじゃん来ますね。じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ。はい。ティンティンさんからアシスタント来たって。はい、イエーイ。アシスタント来た。ああ、ああ、はいはい、はい、ソラのファンの方ね。いいね、いいね。はいはい。タケちゃん。はい。タケちゃんからまさに実写版美女と野獣ですね。野獣はこれはお二人ですね。いや、お前もだ。僕どっちかというと美女寄りなんで。どこがや。野獣、野獣。野獣だろ。俺より野獣だろ、どう見ても。美しさと麗しさで売ってるんで僕ね。あ、はい、あ、そうです、ね。ちょっと腹がダブついてますけど。気にしないでください、ここね。気にする。本当に脂身ですけど。ちげ、リアル脂身。俺全然脂身じゃないからね。それはいいんですけど。しかし、あの、それは、まあ、こんなテーマはほっといて。美女サイドとか、まあ、そうですね。まあ、あの、皆さんね、あの、こっちだけ見ていてください。こう切り取ってもらえれば。ここでね、ここで、ここで、なんか線を引いてね。ここで L 字を切ってもらってください。切っていただければいいかと思います。隠してみてもらって。しかし、僕、あの、朝日ちゃん、そのぐらいいいとして、はい、最近知ったんですけど、はい、生まれは長崎なんですか？そう、一応生まれは長崎で、ただ生まれただけなので。あ、そうなんですか？はい。ただ、磯の香りをまとって生まれてまいりました。はい。愛知県でも育ってるので。で、すぐ愛知県に来られた。あ、そうです、そうです、そうです。そうなんですね。はい。じゃあ、あんまり長崎の影響は受けてないわけです。あんまり受けておりません。でも魚が好きなので、やっぱりお寿司が大好きっていう。あ、そうですよね。はい、あの、曲も出してるので。そうですよね。はい、うん、そうなんです、そうなんです。お魚どのぐらい好きなんですか？もう週8ぐらいで。週 8? 毎日超えちゃってるんですよ。超えちゃってるんだよ。すごい。どういうこと？そのぐらい好きです。もう夢の中でも食べてるってことです。結構食べてること多くて。やっぱ、そのオリジナル曲が、はい、そのサーモンは白身っていう曲があったりとか、寿司好き好きすぎとか、はい、そう、あとなんか魚介の神様っていう曲とかも歌ってるんですけど。魚介の神様。そう。なんかそれを歌うたびに毎回こう、はい、頭に入ってくるんですよね、はあはあはあ、寿司が、はいはい、だからそれもあってやっぱ寝つき悪いですね。酢飯の香りが。いやいやいや、両眠してよく寝て。頑張ります。やっぱいいお魚食べてるとね、お魚大好きになりますよね、うん、特にお魚って言ってもね、いろいろあるじゃないですか。どのお魚が一番好きなんですか？私、縁側朝日って言うんですけど。あ、はいはいはい、縁側は別に一番じゃなくて。そうなんですか？そう、ハマチがすごい好きで、あ、塩つけて食べるのがすごい好きで。あ、そうですね。いいじゃないですか。そうなんですよ、めちゃくちゃ好きで、ハマチとサーモンと。あ、いいですね。あ、サーモンもいいですね、脂乗ってね。そうなんです、めちゃくちゃ好きです。じゃあ皆さん好きなあのお魚を一人ずつ言ってみましょう、うん、大将は、うん、すごい振りですね。聞きたい、聞きたい。それはでもなんか聞きたいですよ、僕は、うん、やっぱ肉なイメージがあるから。確かに、確かに。僕はね、ハラスが大好きなんです、はい、ハラス、ハラス、あー、結構うまいですね、うん、あれも油、僕は何倍でもいけますもんね。あ、確かに、高井様。僕はですね、まあ、実際に高知県の方に行ってですね、あ、はい、有名な、カツオのたたきですね、はい、わら焼きの、わらで、わら焼き有名ですね。わーって職人さんがわらで焼いて炙った直後のやつを、はい、まあ、僕もそれを、その岩塩をつけて、あ、うまそう。その食べるのが、めっちゃうまいですね。あ、絶対うまいですよね。岩塩で食べる。ゆりなちゃんは？最近は、はい、縁側です。あ、やった。あ、本当に。イエーイ。あ、そうなんですね。最近ハマってます。あ、縁側うまいね。あれ、気使って私にしてくれてるとかじゃなくて。違う、なんかそんな縁側って食べたことがなくて、でも縁側とか切って見た時に、縁側って寿司どんな味なんだろうって食べたら、うんうん、そっからハマりました。お、なんで、うん、あさきちゃんの影響です。やったー。言うても食べたことないですよね。僕大好きですよ、縁側は。ですか？なんかもういつもこ、あの、寿司行くと4皿ぐらい一気に頼むんですよ。僕も好きですね、縁側は。本当ですか？縁側、いや、本当に好きですよ。みんな好きなんですね。はい、白身魚の中で一番なんかね、好きかもしれないです、僕は。なんかこの名前にしてよかったな。めっちゃ言われてるけど。僕、あの、ね、この中で多分一番最年長ですけど、
縁がってそんな食べたことないですね、なくはないですけど、あんまりないですね。今日だってあれですもんね、イメージもずくですもんね。なんで髪の毛だけもずく好き、それは好きよ。まあまあ実際リアルに好き、あれ納豆にかけて食べます俺、ね、ああでも美味しそうですね。うまいし体にもいいですからね。ネバネバしません？めちゃくちゃネバネバしません？しますけど、でもあれがいいんですよ。やっぱりジジイなんで体のことやっぱり気使うんだよね、お互いね。そうジジイなんで間違いないです。まだ噛めるからまだなんとかね、まだ咀嚼できます。そういればですけどお互いもうそんな話だとでもいいんですよ。僕はサンマが好きです。サンマいいですね。秋のサンマはね、確かに確かに脂が乗っててね、美味しいですね。魚の脂美味しいですね。ね、空は魚貝はダメ？貝でもいいよ。貝は赤貝か縁側。大人赤貝うまいね。あ、またはい、ちょっといっぱい来てるんで、さっきはい、そうですね、コメントちょっと、はい、これは、うん、空が読んだ方がいいかな。はい、あこれも空で、めっちゃ嫌い。はい、これ読むさえ、はい、はいあ全然いいっすよ。はい、まあ、はい、全然いいっすよ。ごちゃごちゃしておりますけどね、はい、すいませんね、そのいいところでね、いいところでね、こんなに来てるからね、はい、どうぞ、ちょっと連チャンで、はい、読んであげてください、皆さんじゃないと読む時間がなくなってしまうんで、じゃあこちらから読みますね、はい、食事男子さんから、はい、はーちゃん、はい、油身はないけど油汗かきまくっとるぞもう椅子がベタベタもん、ね、おいちゃうわ、やだやだそんなことないわお引き取りください、はい、じゃあ、お疲れ様でした。他にもたくさんいただきました、皆さん順番に、はい、皆さん、はい、ハムさんからお送りいただきました、はい、イリナさん、明日のカラオケオフ会の告知を、おえカラオケオフ会、そう、うん、緊急でやることになってる、はい、すごい、イリナさん主催の主催、まあ半分主催の、本当に緊急でやることになって、すごい、それのカラオケリクエストは金太の大冒険でお願いします。あいいね、おユリナさんが金太の大冒険、これレアですね、だから歌ってほしいです、はい、確かに聞けないかもしれない、はい、あと時間聞いてください、はい、じゃあソラ今度、ティンティンさんから、はい、ソラちゃん頑張ってと、はい、お寿司大好き、縁側が一番好き、ありがとうございます。あとまだなかった、まだない、うん、こっちもあるよ、うん、全部で、ぐったりさんから、はい、なるほど、美女と野獣というよりも美女と野獣と家畜です、ね、家畜は家畜かあんたや、あんた、え美女ですか、ここいやいやいや美女と野獣と家畜ともずくですね、バランスがいい、部屋と終わりちゃったみたいな、もうね、はい、同じぐったりさんから、はい、アイドルシンドロームさんは金山ガーデンさん初見でしたが、はい、最善が女性ばかりで少し引いてました、確かに、そんなことあるんですね、女の子のファンが、確かにそうですね、素晴らしい、あれ結構あれメンバーのお友達だったりするんですけどね、でもいいじゃん、応援してくれてるのはね、そうですね、素晴らしい、羨ましい、はい、ね、私も欲しい、結構盛り上がりましたね、ね、はい、素敵、おじさんたちにも ね応援メッセージ待ってますよ、はい、ぜひねお願いします。ちょうどあの、はい、お食事男子さんのはーちゃんの脂身の話、はい、あの2枚生きてるからねどんだけ脂汗かいとるの間違っておっしゃったかな、ありがとうございます。そう、なんか朝日社からなんかね告知があれば、告知ですか、はい、もうめちゃくちゃあるんですけれども、はい、もうゴールデンウィーク目白押しで、はい、あのライブさせていただきます、はい、明日が石川県の金沢の方に行きまして、はい、はい、あのライブがございます。こちらユニットでの出演になるんですけれども、はい、アニソンとか、あとなんかテーマが陰陽師とエクソシストっていう、すごいですね、そう、なんかあのキャラクター付けがちゃんとされてるユニットで、あの出演いたします、そして次の日が、愛知県の高浜市の方に移動しまして、はい、Tポートで、はい、イベントあります。で次が最後なんです、あの6日が月曜日でしたっけ、はい、そうね、祝日ですね、そう、はい、6日がなくって5日がラストで、はい、堺のシアターゾーンさんにて、はい、はい、あのライブがございますので、はい、ぜひ詳しくは X とご覧くださいませ。はい、ちょっと今気になった、陰陽師とエクソシスト、はい、あ、そうそうなんですよ。どんな感じなんですか、それ。私が炎の陰陽師って名乗って、はい、そう、なんか衣装も真っ赤っかみたいな、はい、でウィッグもかぶって、あのコスプレが大好きなので、あのユニット2人ともあのウィッグかぶってこうキャッてやってます。すごい、そう、かっこつけてます。どうですか、コスプレして試合で。コスプレ、まあでもコスプレしているようなもんすけどね、はい、まあ確かにね、全然あのね、ここだけの話、着ぐるみみたいなの着て試合することもあり、悪いマスクマンとかもあり、そうですね、はい、悪いマスクマンとかありますね、はい、またコメントいただきました、すごいですね、皆さんね、はい、
はい、はい、どうぞどうぞ、ぐったりさん、ゲストの縁側さんは週3くらいで床で寝てるそうですが、なんで知ってんの、他の皆さんはちゃんとベッドで寝てますか、それともジョイントマットで寝てたりしますか。僕も床で寝てます。お、本当に床で寝てます。これのメッセージの大元が、私、はい、床で寝るなって曲があって、あ、そう、そう、それでなんかサビでジョイントマット、ジョイントマットって言ってるんですけど、そこから来てます、はい、僕はあの1年365日ずっと床で寝てます。え、ベッドがないみたいな、布団がない、ベッドもないし布団もない、男子で寝てましたもん。あ、それはホームレスやないか。ちゃうわ。床派、はい、まだ来ますかね、うんうん、はい、じゃあ空からティンティンさんからは、縁側はトロッとしててうまいって、はい、なんかちょっとエッチですね。トロッとして、トロッとして、トロッとしてうまい、トロッとしてうまいですね。たけちゃんさんから質問、そら、はい、ちゃんは何者ですか。そうか、言ってなかったもんね、ちゃんと。あ、そうですね。僕からする？どっちでもいいよ。あの本人からしたら、あ、じゃあ本人から、本人から、はい、はい、本人言える。え、言えるってどういうこと。あ、まあ、お父さんになってる。アイドルシンドロームのピンク色担当のソウツソラです。グループのリーダーやってます。おー、リーダー、かっこいい。そうですね、昔はエンジェリードールってグループでしたけど、はいはい、それがアイドルシンドロームってグループに変わりまして、はい、現在4人組ですね。はい、これ、はい、まだちょっとデビューしてない子がいるんですけど、はい、一応4人組です。じゃあゆりなちゃんもアイドルっぽく自己紹介を、はい、あ、私ですか。はい、改めて。みんなの名古屋のアイドル、うさぎが大好き、石川ゆりなです。よろしくお願いします。ゆりなー、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 野獣がいる。キモータ、キモータ。コメントをいただいたんで読みます。はい、ゆりちゃん、コメントありがとうございます。はい、ゆりなちゃん、気を使って縁側というところ好きです。気を使ってないんですよ。大人ですから。大人の事情ですか。大人です、まあ、空は気遣いませんけどね。はい、じゃあそろそろね、ゆりなちゃんじゃなくて朝日ちゃんのねリクエスト曲をお願いしたいと思います。はい、何でしょうか。それでは聞いてください、はい、縁側朝日のオリジナルソングで、サーモンは白身。お、マグロマグロマグマグマグロマグロマグロ寿司三昧。お寿司は世界を救うべと父さん母さん信じてた。毎食毎晩刺身を食べてた私ももちろん信じて。白身です、あれはどう見ても。あ、そうそうなんです、実はね、白身っていう。そうなんですよね。へー、ねえ、勉強になりますね、はい、意外とね、意外ね、歌から学ぶことも多いです。さて、はい、
なかなかこうコーナーが定着しないネタコーナーをやろうって言ってなかなかできなかったんですが、はい、まあ、ちょっとみんなで持ち寄って一個やろうじゃないかということで、はい、今日は私が一つ用意してまいりました。おお、昔話をモノマネで思い出しながら6人で話を終了させるコーナ ー、 はい、どうぞどうぞ。今日はですね、桃太郎というお話、うん、皆さんご存知ですね、はい、あれをですね、はい、ただ話すんじゃなくて、モノマネを入れてもらってやってもらおうと。はい。なんで、6分割なんで、6人でちゃんと話が終わるように相手につなぐと。これ、コミュニケーションとチームワークが大事なんで。はい、ちなみに、一番最初の方が一番楽です。はい。ですよね。そして、そこに皆さん面白おかしく話を付け加えていただくということで、下手したらね、大怪我しますよ。ね、大丈夫でしょうか。間違いなく大きい。急に静かになりましたけど。しかし最後だけは避けたいですね。ね、ということで独断と偏見で順番の方を決めたいなと思うんですが、はい、じゃあ桃太郎知ってます皆さん。一応覚えてます話。覚えてない、あんまり覚えてない。最初昔流れてくるね、はい、そう桃が流れてくるのね。はいはいはい。そう。そっからパカ。そう。でそこから何するんですか。鬼退治するんだね。さあ思い出しながら行きましょう。そう、その流れをちょっと思い出しながらモノマネでやってくださいね。あ、ちょっとなんか先に来たんで1個だけ読んでいきましょうか。はい、はい、今の間に話考えてくださいね。いただきました。はーちゃんも元アイドルって聞いたような聞いてないような可愛く自己紹介してください。あ、間違いです、現アイドルです。はい、みんなのアイドル、はーちゃんです。次いきますね。はい、はい、どうぞ。たけちゃんからコメントいただきました。縁側はあまり好きではないけど、縁側朝日は大好きです。はい、私もです。はい、じゃあそれ読んだらいきましょうか。はい、はい、たけちゃんからコメントいただきました。質問、今度朝日ちゃんとゆりなちゃんが5月17日に同じライブに出るという噂を聞いたけど本当ですか。本当ですか。本当だと思うよ。うわー、もうかっこいい。かっこいいらしいですよ、ね。X をご覧ください。そう、詳しくは X を。さあ行きましょうか。じゃあ、はい、じゃあ最初まず行きましょうか。桃太郎、はい、お姉さん3人でまとめましょうか最初。はい、頑張ろう。じゃあ縁側さん、ゆりなさん、そしてそらちゃん、高井さん、はーちゃん、俺で締めましょうか。そうですね、そうですね。さすが男やね。はい、楽しみ、はい、楽しみ。5分ぐらいしかないんで、じゃあ行きましょうか。はい、では、モノマネをしながら桃太郎、6人で完結いきましょう。まずは、縁側朝日さん、桃太郎、お願いします。とあるところに、ドラえもんらしからぬ、得体の知れないおじいさんとおばあさんがいました。そしたら川からどんぶらこどんぶらこと、どこでもドアが流れてきました。そこをスパンって割ったら、とあるものが出てきました。うまくね。すごい、今のドラえもんですね。はい、はい、では誰が喋りますか。はい、ゆりなさん、誰が喋りますか。私エルモしかできない。エルモじゃない、気持ち。エルモでどこまで言ってましたっけ。なんか、あ、出てきた、流れてきた、何か流れてきた。ちょっとごめんなさい、時間ない。そしたら桃がどんぶらこどんぶらこと流れてきたよ。そしたらなんと中身はエルモだった。エルモかい。エルモでつないでいきましょう。そらちゃん、はい。エルモのモノマネって言って、あ、違う、別に何でもいい。エルモじゃなくていい。何でもいい。お母さんのマネとかダメージ。何でもいいよ。通話界隈のマネ、何でもいいよ。何でもいいよ。流れてきたエルモがいいよ、うん、いいよ、そのまま。エルモが大きくなっておじいさんとおばあさんに恩返しがしたいということで鬼退治に行くことになりました。おお、さあ、いいね。そしてだし醤油を飲んだ高井さん、いえ、折り返しに行くことになりました。誰できます。そうして、ちょっとプロレスファンにしか伝わらないですけども、初代タイガーマスクで、俺好き、佐山さんのモノマネで、はい、はい、折り返しに行きました。
や、あのですね、もう、折り返しにですね、行こうとしたんですけどですね、まあ、なんと言いますかね、まあ、まあ、きびだんごをですね、持っていったわけなんですよね、はい。でも、そこでですね、まあ、前田が出てきまして、前田がですね、もう本当にですね、いや、私ね、逃げたって言われるんですけどね、そういうわけじゃないんですよね。だって彼、何もできないですからね、はい。はい、どうぞ。何もできない。何もできないですからねって。大臣に言ったら。そもそも桃太郎じゃなくて、エルモが倒していったからね。エルモが折り大臣に行っちゃって、何もできないって言われました。さあ、どうします梅さんだったら。残り時間2分。じゃあ僕金本こうしたところまで。プロレスで、おー、いいっすね。それだ平泉成長それだよ相手がオンラインからだそんなもんなこっちまで言うとぶっ倒したらいいなって言ったらそんなもんな相手からバーッと思ってバーッとなったらバーッとなったからねもうどうしようかなと思ったけどねそしたらねはいどうぞ何も進んでない確かにじゃあ、まあ、でも決めてもらいましょう、まあ、もういいんですよ、じゃあ私のとっておきの、はい、ジャムおじさんで。おジャムおじさんエルモ新しい顔だよ投げた顔がエルモに当たって顔が割れちゃった結局鬼が勝っちゃったんだってさチーズさんおじいまいはぁありがとうございました。なんかドリフのねねえ、猿とかキジとか出てこない。猿もキジも出てこないし。ガチ言われたら。エルモが倒しに行ってるってよくわかんない話になりましたけども。ゆなちゃんお願いします。いやいやいや、はい、よかったこれは。ティンティンさんからコメントいただきました。はい、あっという間で楽しかったです。ありがとうございました。いや嬉しいですね。時間足りなさすぎです。なんて言いました今平泉さんが出てますんでね金本浩二だじゃあ、ゼロッチさんからコメントいただきましたこんばんは聞いてますよ知ってる方が多くて嬉しいです ありがとうございますいやすごいですねまた曲ねあこれねエンディングに入るんで、はいはいうん、なのでここからは告知しながらちょっと最後に皆さんとお話ししながら曲をバックに終わりましょうという感じで、はい、バンドさあこのテーマが流れてきますとエンディングになりますねでここから皆さん告知タイムとちょっとね、はいいろんなお話をしながらお別れしたいと思いますが、はい、まずは告知の方からどなたからはい、江川さん、6月の23日日曜日私のバースデーライブ開催しますバースデーライブ場所は境にありますシアターゾーンさんに開催いたしますので、はい、ぜひお越しくださいはい皆さん、ね、ゴールデンウィークもいっぱいありますもんね、さあそしてゆるなさん行きましょうか私もなんですけども、7月の、27日土曜日鶴舞データ館さんで生誕祭を行います。お生誕祭ぜひ遊びに来てくださいねぜひぜひ、はい、そうちゃんはあそうだわアイドルシンドラムが5月18日金山ガーデンに出演させていただきます。はい、油くんも出ましたっけ。油くんも出ます。油くんも出ますよ。はい、ねはい、よろしくお願いします。さあ高井さん、はい、僕は明日5月3日12時開始、はい、ビガスポーツセンター大会あります。チケットまであります。初見さん1000円です。絶対来てください、はい、よろしくお願いします。はい、はい、チケット欲しいね。僕からプレゼントありますので、あ、そうそうそう、はい、よかったら DM でも送ってください。私の方へ、はい、はい、キヨプさんに DM、 はい、よろしくお願いします。さあそして私よろしいでしょうか。はい、5月の31日にですね、なんと初の大道芸をやっていただくことになりまして、パントマイムと歌謡ショーという、加藤博光さんと、加藤美京さんと親子でやっている、大道芸ありますかね、画像。はい、あ、これね、こちらなんですけどね、あれ送ってないかな俺、送ってなかったね、5月31日にワシャンガレでね、6時からお食事が始まりまして7時45分開演ということで、DM いただきましたら細かい情報をね、またお伝えしますので、パントマイムやりますので、はい、ぜひお越しください。そして7月26日は、東流亭施設さんのね、怪談落語ということでね、はい、こちらの方もありますので、またねお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。さあね、いよいよ残り2分ぐらいになってまいりましたが、はい、コメントいただいておりますので、コメントを読んで
何でしょうか。お、朝日さんのコメントでございます。さあ、最後までいっぱい来ていただいてます。はい、ありがとうございます。あ、最高でしたね。私も知らなかった。あ、そして最高の、ね、ドラえもんでございました。さあ、じゃあ皆さん、これゴールデンウィークまだまだね、これからですけど、皆さんもこれで関係ないですね、ね、仕事ね、ということで、まあ、ぜひ見ていただいている皆さんもね、イベント皆さんたくさんありますんで、ぜひ顔を出していただいて、ね、ね、はい、皆さん急にテンション下がってますけど大丈夫ですか。え、そんなことないですよ。もうテンションの塊ですから。テンションの塊ですか。ええ、で今、どちらのコンビニの勤めなの。ローソンの店員じゃない。ローソン一択じゃないですか。まあ、セブンでは絶対ないですよね、これ。言うて似てねえだろ別に。あ、で言うて。なんかね、30年ぐらい前の店長って感じがします。未だに忘れられずに、あの時の栄光で来てる。ローソンでは、まあ確かに某コンビニでは店長やってましたけど。やってたんですか。やってましたよ。母ちゃんなんかいらっしゃいましたが、いらっしゃいましたが、特徴的だって言って、うるせーうるせーさあ、またお願いします。疲れてきた時の挨拶、あのね、疲れた時はマセだけ言っとくと、なんとなくそれっぽく聞こえます。マセーって。じゃあ最後はじゃあ母ちゃんのそのコンビニ店長バージョンの、また来月お会いしましょうで、来週、再来週お会いしましょう。はい、はい、はい、それでは皆さん、また再来週、5月16日ですね、はい、木曜日8時にお会いしましょう。店長バージョンでやってきたの。やったことねえよ。